皆さんこんにちは、元ブログチャンネルのタカです。今私はですね、静岡県静岡市の日本平パークウェイを走っているところですね。なぜここにいるかというとですね、今日はもうお天気もいいですので、静岡県を、代表する景勝地、日本平を、皆さんと一緒に観光してみたいなということでちょっと向かっております。で、日本平というとですね、駿河湾沿いの宇土山の山頂と一帯の山、日本平っていうのを日本平っていうふうに言ってるんですけれども、そこからのですね、景観が非常に良くてですね、天気が良ければですね、富士山とか、あとはそうですね、伊豆半島、を、駿河湾越しに見ることができますし、また南アルプスですね、北の方には南アルプスを見ることもできますし、清水区のね、静岡県清水区の街並みも見下ろすこともできますので、本当にね、景観がいい、地元静岡っ子の間では、もう絶大なね、人気を誇る観光スポットになっておりますのでね、今日はね、天気予報ではね、快晴ということで、若干のね、雲はかかっているものの非常にね、天候がいいので、ちょっとね、ここ来たことがないという方、また行ったことあるんだけど、ちょっと久しぶりに行ってみたいなっていう方もね、含めて、日本平を、一緒にね、満喫していただければなと思います。で、先日ね、雨で、静岡県のね、世界遺産ということで、巡ってみたんですけれども、ちょっと結果的にはね、私のその防水対策が、ちょっと不十分、防水自体はね、OK だったんですけれども、レンズがね、結露して、バイクのね、風が当たってる時なんかは、非常に良かったんですけれども、降りた途端にですね、やっぱりそのレンズが結露して、後半ね、曇ってしまって、ちょっとお見苦しいね、映像を見せてしまうことになってしまって、大変申し訳ございませんっていうこともあってですね、今日は天気がいいので、静岡のね、素晴らしさ、静岡の魅力ですね、皆さんにね、ちょっと発信していきたいと思いまして、私のレンズ越しではあるんですけれども、下手なね、ナレーションでちょっとお聞き苦しいところもあるんですけれども、静岡県の魅力一緒に楽しんでいただければなと思います。で、今走ってるですね、日本平、パークウェイはですね、静岡市の、駿河区側、葵区とか駿河区側ですね、静岡市の方から静岡の方から、日本平山頂を目指す道になっております。で、以前はですね、ここ有料道路だったっていうところもあってですね、道なんかもね、結構いいっていうかね、道幅もそこそこ広くて、で、アップダウンもあって、で、程よいカーブもあってですね、ワインディングをね、楽しめる道っていうことでもね、結構人気がある、道路になります。で、天候がね、そんな良くなくてもですね、この道を走るためにって、らっしゃるね、そのライダーさんとかね、またあと車の人とかね、もいるぐらい結構人気を誇る、ワインディング道路になってますね。で、本当に週末のですね、天気がいい終日なんかは、オープンカーとかね、オートバイなんかが結構ここに集ったりだとか、なんかのね、そのミーティングの、集会場所としてもね、使われているとこですね。でね、私もですね、この日本平パークウェイはですね、近いということもあってですね、本当によく走りに来るんですけれども、道幅もね、そこそこありますし、あとその景観はね、走ってる時にはそんな良くはないんですけれども、登り切ったところでの、ご褒美といいますか、景色のごちそう、富士山、富士山はね、雲がかかって見えない時もあるんですけれども、南アルプスを見たりだとかですね、あと駿河湾を見下ろしたりだとか、そういうのをね、楽しめるっていうところで、私はね、本当にここは天候がいいに越したことはないんですけれども、天気がね、そんなにね、クリアじゃなくてもね、
来て楽しめるとこなんじゃないかなということで、まあ、私が今住んでる、まあ、静岡市の中ではですね、まあ、自信を持ってねお勧めできるスポットの一つになっております。で今日ですね、あの日本平を皆さんと一緒に観光するわけなんですけれども、今回のね、回るコースとしてはですね、あんまりね細かくその詳細にってなると、まあ、動画自体がね、非常にね長いものになってしまいますので、まず今回はですね景観のいいスポット、地元の私がですね、まあ、4つのポイントに、まあ、フォーカスしまして、その4つのポイントをですね、もう本当にクイックにね、ワープしながらですね、皆さんと一緒に、巡ってみたいなと思います。それであの動画としましては、今走ってるこの日本平のこのワインディングコースですね、で日本平の、まあ、山頂というかね観光スポットに向かってね、到着しましたというところまでまず1本ですね。でそれから、2本目はですね、ズバリその4つのね、フォーカスしたスポットをね、皆さんと一緒に巡りながら、私のそのナレーションを加えて静岡の、代表する景勝地日本平ってね、どんなところなのかっていうところをね皆さんに、まあ、お伝えしたいなっていう、まあ、それがね2本目ですね。で3本目はですね、この日本平、山頂から今度清水側に下っていくっていうね、清水日本平パークウェイ、こちらのね、ワインディング道路を皆さんとね一緒に、観光した後のね、感想もね交えながら楽しめればなということで、まあ、全体の、ね、3本構成でね今考えております。で、まあ、話してるとですね今日本平の、ね、山頂に着きました。でバイクで来るとですねここまっすぐ行きますと、こういう感じでねずっと行って、でここのね、お茶会館っていうのがあるんですけども、ここをねずっと左折して、でそれでバイク置き場のところに、行くって感じですね。NSR かっこいいですね。はい、そういう感じですね。でここのねバイク置き場のところに、止めてって感じですね。はい、ではね、日本平、到着しましたので、ここからはですね、まあ、一度ね動画切らせていただいて、日本平のね観光、次回はね観光編ということでいきたいと思います。ここまでねご視聴いただきましてありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。